三和マーケットプレイスはアメリカ合衆国のショッピングセンターチェーンである。三和コーポレーションが運営し、日本食料品スーパーマーケットを中心とするショッピングセンターがカリフォルニア州、イリノイ州、ニュージャージー州、テキサス州、ハワイ州に合計11店舗ある。1997年に経営破綻したヤオハングループ傘下のヤオハン USA 社が運営していたスーパーマーケットチェーンを前身とするヤオハンの元社員が独立、現在の運営会社を買収、営業譲渡を受けたものとされ、ヤオハン時代の店舗や従業員の多くを引き継いでいる。2012年に仙台市に本社を置くカメイに買収された。形式上は旧ヤオハン USA 社からの改称であり、本社所在地も1997年以前のものと同一である。三和コーポレーション三和マーケットプレイス11店舗のほか、ニューヨークマンハッタンでは日本食料品、スーパーマーケット、ジャスマートを3店舗運営する。また、フランチャイズにより、アメリカ各地において、神戸風月堂、三省堂書店、イタリアントマトなどを経営する。サンディエゴ店、アーバイン店1984年に、ヤオハン店舗として開店した。三和コーポレーションの本社所在地に隣接している、ヤオハン店舗を前身とする、ロサンゼルス郡サンガブリエルに所在し、ヤオハン店舗を前身とする、オレンジ郡、コスタメサに所在し、ヤオハン店舗を前身とする、ヤオハン店舗を前身とする、ヤオハン店舗を前身とする、ヤオハン三和の名称を経て、1993年3月に、三和マーケットプレイスとなった。1985年に開業した、ヤオハンのアメリカ3号店を前身とする、ヤオハンプラザと呼ばれる3階建てのビルの中に、食品売り場、雑貨売り場、朝日屋書店、各種飲食店、ボーリング場、日本映画専用の映画館などがあった。2009年1月、閉店。2011年2月に店舗の工事が始まり、同12月17日にオープンしたシカゴ市郊外のアーリントンハイツに所在し、ヤオハン店舗を前身とするニュージャージー店ハドソン川を挟んで、ニューヨークマンハッタンの対岸にあたるニュージャージー州、エッジウォーターに所在する。1988年、ヤオハン USA の6号店となるニューヨーク店として開業した。当時、1週間の来客は35,000人、内訳は日本人が 40%、その他のアジア系が 30% であったと報告されている。本店舗が位置するバーゲン郡は、同州内で、アジア系住民の比率が最も高い地区である。1999年、三和ヤオハンの呼称を経て、三和マーケットプレイスに転換した。ダラス市の北東郊外にあるプレーの市に2017年4月14日にオープンした。カラカウア通りに2017年5月15日にオープンした。蒸気店舗のうちトーランス店、コスタメサ店、シカゴ店、ニュージャージー店などの土地建物は、ロサンゼルスを拠点とする不動産投資会社、ベントレー・フォーブス社が所有する。ショッピングセンターは、基本的に日本食料品を中心に扱う日本風の食料品スーパーマーケットを核としているが、多くの店舗ではさらに以下に示すような企業、店舗がテナントとして入居している。ほぼすべてが日系であり、結果としてショッピングセンター全体は日本さながらの様相を呈する。公式サイトのストアローケーションスページ日本経済新聞、厳密な住所はロサンゼルス市、ザ・オレンジカウンティレジスター、ビッグジャパニーズグロサー、カミングスウアービンハット OC メトロ、三和マーケットプレイス、ロールスイントゥヘリテッジプラザハット、ニューヨークタイムズ1992年1月20日 http://queries.nitmes.com/gst/fulpage.html/d=qd0c5def1038 回 933A25750CA96795 and セック=& スポーン=、ペイジワンテッド=プリントハット、ベント2000年8月21日、ありがとうございます。